こんにちは、アンナスです。今日は、夏休みの、子どもたちの宿題でよくな自由研究で刺繍を持っていきたいんですけど、どんな図案を使えばいいですかっていうのを、まあ、最近本当夏休みに7月に入ってからお店とか教室とかでもよく聞かれるので、もうこの図案がいいですよっていうのも具体的にちょっとお伝えしようかなと思うので、ぜひ作ってみてください。では手元の方にどうぞ。はい、ではもう早速どの図案かご紹介したいと思います。アンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツのアイスクリームの図案ですね。しかもこうなんかいろんな複雑なのじゃなくて、この丸2つとかに三角のコーンがついて、この3つとかね、こういうのがおすすめです。なんでこれがおすすめかというと、これこっちはね YouTube でやったんですけど、すごい前、すごい過去にやってるので、ちょっとアンナスアイスクリームとかで検索すると出てくると思います。これはブローチにしてます。でこれおすすめなのは、全部サテンステッチでできてるんですね。小学生ぐらいとかだと、なんか複雑な、例えばフレンチノットステッチとかチェーンステッチとかみたいに、やり方が複雑なのって結構理解するの、その空間を把握しなきゃいけなかったりするから難しいんですけど、これは塗り絵と一緒だよって言って、端から順番に塗りつぶしていけばいいので、なので全然問題ないです。しかも何味にしようって言って刺繍糸を選ぶのすごい楽しそうにしてたんですよね。昔なんかそういう小学生向けのワークショップ、夏休みのワークショップみたいなの、どっかどっかに出張で行った時にたまたまアイスクリームやったら、もうすごいみんなが楽しそうにやっていて、でなんか蓋開けてみたら結構 1,2 年生が多かったんですけど、みんな全員できてて、早い子は2つとか作ってたんですよね。でその時はハンカチに刺したんですけど、なんか物にするんだったらブローチとかの方が可愛いかなと思います。でなんかね、意外とお母さんと親子で参加だったんで、親の方がなんかいちご味とか可愛いの作っていて、子供は抹茶とか小豆とかね渋いのが多かったですね。そんな感じで、なんか見本はこれを見せたから、多分チョコチップはね結構いましたね。なんかミント味、チョコチップミントみたいなのは多かったです。まあ、ここの下のコーンの部分のストレートステッチも別に説明すればできるので、で上から例えばそのチャコペンで線でこう書いてあげて、でその上をこう刺していって、後でお水で消せるんで、なんか全然、だから親がね手伝うのって、まあ、例えば針に糸を通すとか刺繍枠セットしてあげるとか、まあそんな感じですかね。もう全然ほっといても割と塗りつぶしだから、全然もう分かんない子は全部上から刺しちゃうので、刺繍枠にぐるぐる巻きになっちゃう子がいるんですけど、まあでも説明して何回か失敗すれば分かるんで、なので最後は全員完成してたから、多分1年生ぐらい、1年生だと女の子、まあ、男の子も器用な子いるから、まあ子供によるかなって感じですけど、1年生ぐらいから大丈夫です。もうねこれはすごい大好評でしたね。あとはだからまあサテンステッチでできる、そういうなんかこう食べ物はやっぱり子供大好きなので、まあ、そこで結構テンションが上がって集中力も上がってで作品作るスピードもその分上がるんで、だらだら何時間も作らないでも意外とサクッとできるんで、すごくいいと思います。でもうちょっと3、4年生、5、6年生はもう絶対大丈夫ですねぐらいになったら、ちょっとこう図案が複雑なのとかもできるようになるんで、こういうのをスノードームなんですけど、
結構私昔スノードームの動画も出してますね。この日本スノードーム協会っていうところがこのキットを出しているので、よかったらここで通販して買ってください。うちでは扱ってないんで。でこれで1,700〜1,800円ぐらいで売ってます。でこれは例えば子供が絵描いたりとかしてここに入れられるんですね。なんかこのサイズを布でも何でもいいんで用意して、紙とかでも。でこれ中に入れて、中はね水入ってこないんです。この左右だけにお水が入ってて、でこれでスノードームできるんですけど、なんか図案は、まあ、夏だからこういう人魚姫みたいなのとかお魚とか、まあ、そのあたりをチョイスするといいかなと思います。まあメインは冬だと思うんで、冬はねサンタさんとか私作りました。文字の刺繍の最初の方にこれ天使とサンタさんがいるんですけど、これ実はスノードームのサイズで図案作ってるんですね。で本に載せたかったんでカードに仕立てて、スノードームでは紹介しなかったんですけど、ここにそうリトルマーメイドがいて、なんかこれを入れても刺繍して入れてもいいし、なんかこの辺のお魚とかを入れても可愛いです。あとスノードーム紹介してるのがあったんですね。ちょっとこの動物刺繍、これのペンギンがねいます。これですね。これも可愛いですね。ペンギンが水族館みたいな感じ。これは墨田水族館に行った時に思いついたんですけど、墨田水族館って横からペンギンが泳いでるのが見える水槽になっていて、こういう感じで見えるんですね。でまあこれで図案は次のページに載ってるんで、これで作ってもらってもいいですし、まあなんか別に刺繍しなくても絵とかなんか違うものを入れてもらってもいいんですけど、まあ、そういうのがあるんで、まあ、これだとね結構大きさもあるし立派なので、そこそこ見栄えはするかなと思います。まあ、でも低学年とかだったらアイスクリームはすごいみんな大好きなので、ぜひこの辺りでちょっと作ってみてはいかがでしょうか。スノードーム協会ちょっとリンク貼っておこうかなと思います。はい、では皆さん頑張ってください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。